見たらびっくりするぐらい大きいですよ、今。はい。はい、本当だ。はい。はい、山上ちゃん、ちょっとごめんね。でもね、でも、ちょっと会社からしてください。まあ、672。あ、でも、一回670の時があったんだよね。あったんですけど、一回落ちたんですけど、また増えてきたんです。食べてるものはさ、チモシーが9点なんで、プレートが13。食べすぎよ、多く食べるときは1もし10超えるんですけど、昨日はペレットをさ、12にしましょうか。12、はい、わかりました。そうすると多分、あの、チモシーの食べが増えると思うから。はい、わかりました。このちょ 600g でいいんだよね、チンチラさんは。本当はそうですね、だから700になるとおデブでしょ。うん、ちょっとおデブでいいですね。かなりおデブ。今もなんかちょっとおデブかなって感じですよ。だって60キロの、まあ一度、あ、一概には言えないけど、60キロの人が70キロになった感じですよね。まあ、あの、ちっちゃい細い子よりはいいですけどね、ちょっとぼっちゃいの方が。いや、体格って骨格も良かったですからね、もともと。おい、見せて。オッケー。いい色。いい色。歯の色も歯茎もいい色します。お腹触らせてください。柔らかいですね。はい、ちょっと点眼と点にしちゃいますよ。ごめんね。あ、そうそう、あの、1週間ぐらい前にですね、ちょっと動きがおかしかった時があって。え、この子？うん、はい、で、どうしたのかなと思って、右目なんかちゃんとうまくこっちちゃんと開いてなかったことがあったんです。ええー、で、それで一応そのワンクリーンをいただいてたので。あ、あります。ずっとこう、朝晩つけてたら治ってきました。2日ぐらいしたら治ったんですけど、もしかしたらちょっと足ら足でこう引っ掛けた時に引っ掛けちゃったのかなっていう感じがあって、うん、そう、片っぽだとね、外からの外的要因ですもんね、うん、そう、まあこれ、そんな時にぜひとも、うん、でも 今もワンクリーンを朝晩つけてるんですけど、うん、まあ、今とりあえず様子見てで、先生とこに見てもらおうかなと思って。まあ、今は割と目の表面も眼球結膜もいい感じ。ニヤニが出るのは仕方ないんですか。いや、なことない。ニヤニが出るのはちょっと良くないですよね、うん、だから出るんだったらワンクリーンをね、3回ぐらいですけど、まあ、出るだけではなしでもいいんですけどね、うん、で、まあ入ってる成分は抗酸、うん、要は目洗うときに使う成分ですね、うん、プラスヒアルロン酸、目にちょっと潤いを持たせる成分があって、まあ、他にもなんかちょっと入ってるんですけど、私が覚えてるのはその2つなんですけど、まあね、メインはその2つなんですよ。だから、あの、とってもいいと思いますよ、そういう時に。だ、結構皆さんに渡して、目がおかしい時はそれをつけて、それで治ればいいんだけど、治らんかったら相談してと。治らん時はちょっとし、ね、結構結膜炎の肥炎とか角膜炎とか葡萄膜炎とかね、なってる可能性があるから。まあ栄養状態はさ、まあそうね、そこまで太ってはいないですけどね、うん、まあでもあれね、まあペレットが13食べるんだったら、じゃあ1減らしてもらって。わかりました。ちょっと12にして様子見ます。おやつも少しはもらってるんでしょ、この子。1g しかない。おやつって何でしたっけ。今はバラバラなんですけど、今は乾燥したキャベツの葉っぱを置いてます。かなちゃん、パパイヤ食べてます。パパイヤは市販のやつ。市販の、市販というか、市販とか、まあ、でも厳選されてるやつ、国産の。本当、うん、一応成分表示は見てます。はい、組成員が20。あ、本当、はい、いいですね。それは見て使ってもらってれば全然いいと思います、うん、今日とこの子、予防ですね、うん、はい、じゃあ、あの、モキセッチン、アドボケイトという商品を使ってしまいますのでね、はい、同じ働きです、うん、肌の表面の寄生虫、それから血管の中の寄生虫、うん、あとなんだっけ、消化管の寄生虫、予防してくれます。はい、大丈夫、うん、大好きだね、大好きだね。なんかね、あの、なんだっけ、前のレボリューションに比べるとちょっとだけ量が多い。ちょっとだけ量が多い。だから2箇所に分けてきます。ちょっとだけ量が多いね。大好きだね。
でもムキゼクシンはね、あの、なんだっけ、小鳥にも使ってるんですよね。はい、足裏赤くないね、あなた。ごめんごめんごめん、ちょっと声つけさせて。あ、大丈夫だよ、痛くないよ。今手につけてやろう。はい、はい、じゃあウェットブラシ持ってきて。はい、ごめんね、拭いてもらおう、ちょっと。はい、ご褒美ご褒美。薬がくよ、あの、ご褒美になっちゃうという。すごい好きですよ、本当に。その子本当大好きですよ、ね、おやつになります、本当に。だから、猛禽症の予防はやりやすいですよね。猛禽症の予防は私も待ってるんですよ。私たちのご飯後にあげるんですけど、いつも待ってるんですよ、ちょっと待って、ちょっと待って、ずっとね、まだあそこにこうやって、柵にこう手をこうやってて、ずっと待ってるんですよ。柵ドンしてるんですよ、その。まあでも助かりますよね。だって 100% 好きじゃないからね。まあでも感覚的に 50% は越してるような気がするんだけど、好きなのは。今日は十分ですね。びっくりするぐらい好きですよ。持ってきたらそのまま吐血できますからね。はい、じゃあ次の子、とわちゃん。とわちゃんのこれはさ、ちょっと。1日ぐらい時間もらえて、はい、あ、いいですよ、はい、はい、あ、ありがとう、はい、ありがとう、はい、ちょっと待ってね、はい、はい、はい、